は霧島酒造でグリーンエネルギー本部の奥村さんからお時間をいただきインタビューさせていただきたいと思います。本日はお時間いただきありがとうございます。はじめに簡単に自己紹介の方お願いします。はい、私は今紹介していただきました霧島酒造株式会社グリーンエネルギー本部の奥村と申します。私たちの仕事は、焼酎を作るときに焼酎粕というものが出てくるんですけれども、まあ、その焼酎粕を処理するのが、私たちの仕事 で、まあ、その焼酎粕からですね、メタンガスを作って、それを燃料に使ったり発電に使ったりというようなことをしております。ありがとうございます。では霧島酒造さんでは芋の循環であったり酒粕の再利用であったり環境経営に大変こう取り組まれていますが、どのような活動を行っているのか教えてください。はい、先ほども申しましたけれども、焼酎というのはですね、原料としてお米と芋を使います。でその、畑から取れた芋ですね、まあ、それを使って、焼酎を作って、焼酎を作ってます。そしてその焼酎を作った後にですね、まあ、焼酎粕っていうのが出てくるんですけれども、その焼酎粕っていうのはですね、もう価値がないものではなくてですね、まだ、有益な成分がたくさんありますので、それをですね、まあ、有効に使い切ろうというのが、まあ、私たちの仕事であります。で具体的にはですね、プラントでですね、メタン菌によってメタンを作って、そのガスをですね回収して、焼酎作りの、燃料ですね、米を蒸したり芋を蒸したり、あと蒸留の工程ではですね、エネルギーたくさん使いますから、そのボイラーの燃料としてメタンガスを使っています。そしてですね、まだそれでもですね、燃料、ガスが余ってますので、その余った分でですね、発電機を回して、で電気も作ってですね、電気も作っています。はい、原材料の芋を余すことなく使われているんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。エコファクトリーであったり霧島酒造さんは環境経営についてどのように消費者の方とコミュニケーションを行っているのか教えてください。はい、ですね、まあ、焼酎粕を処理するプラントがあるんですけれども、はい、そちらの方をですね、皆さんに見ていただいて、どういったふうにメタンができているのか、うん、そういったところをですね、見ていただく、映像をですね、作って、紹介したりとかですね、あと実際にですね、プラント内を案内して、説明したりとか、まあ、そういったことでですね、消費者の方に、我々の活動を見ていただいています。ありがとうございます。私も先ほど映像を見させていただいてすごく分かりやすかったしダイナミックで印象的でした。ありがとうございます。ありがとうございます。では質問以上になります。本日はお時間いただきありがとうございました。ありがとうございました。